さて、ベスパーベイの砂の家、暁の決命本部へ向かおう。砂の家の惨状は話に聞いているが、そのままにしておくわけにもいくまい。犠牲となった仲間たちを弔い、我々も少し休もう。犠牲となった仲間たちのね、死体とかはね、随分前に運んだんですけどね。運んで教会に埋葬してもらったんですよね。まあ、ただ、砂の家自体はだいぶ荒れてると思うんだけど。あの場所からもう一度、暁に明かりを灯すのだからな。まだ本部として使うんだ。でももう本部の場所バレてるけど大丈夫なのかね。じゃあ、砂の家に戻るのかな？これ乗っていけないの？お前を無事に運べてよかった。しかし、万神を吸収したあの兵器、ガイウスめ何を企んでいやがる。ね、すごいめちゃくちゃな奴が現れたよね。あんなの勝てる気しないんだけどな。とりあえず砂の家に行きますか。砂の家どっから行けば近いんだ。まあでも結局ね、なんか目についたホライゾンから行きますけど、一旦は。カイロで行くっていう手段もあるんだけど、まあそんなにね、まあまあまあ、急ぐあれでもないと思うので、ケースバイケースで行ければなと。アジト買えないのかね。この道に来るのも久しぶりだな。魔獣と襲われて以来、連絡の取れなかった仲間のみんながね、今何をしているのかっていうのはすごい気になるんですけどね。どこで何をしているんでしょう。あ、久々の砂の家。おう、あ、びっくりした。アルフィノか。誰かいるのかと思ったけど、アルフィノだった。君が最後に見た時もこのような状態だったのか？いや、妙に片付いていると思ってな。すまない。気にしすぎだろうか。さあ、中に入ろうじゃないか。歌ではない。なんだこれ、すごい。でも勝手にイベントが始まっちゃう。待て。どうした？落ち着けて。あ、誰がいる？あら、誰だ？人に名を尋ねるときは自分から名乗るのが礼儀だって教わらなかったかい？アルフィノ様、君も。なんと死のまで。よ、久しぶりだな。あれ、どうした？気が抜けちゃった？よかった。みんな無事だったんだね。しかし、ひどいありさまだな。みんな万神タイタンを倒そうって時に、ブリダニアに向かってお仕事してたんだけど、タイタン倒す時ってだいぶ前だね。帰ってきたらこんなことになってて。いだ。ヤシトラスと一緒に残った遺体を埋葬したり、ここを片付けたりしてたんだ。彼女も無事なんだな。うん。今は情報を集めるんだって出かけてる。パパリモやミンフィリアたちの期待がないんだ。ミンフィリアは連れ去られたもんね。
ヤシトラが言うには、おそらくどこかに連れ去られたんだろうって。やったのはおそらく帝国だ。帝国が？先の蛮神ガルーダとの戦いの折、帝国の将ガイウスが見ていたものがある。君だ。ああ、そういえば見られたね。なんか狙われてたね。ガイウスは持たざる者と言った。それが君のような、得意な能力を持つ者に対し、言葉返しで言っているとすれば。帝国は、少なくともガイウスは、君の超える力を知っていることになる。その力を解明するために、ミンフィリアたちが囚われた可能性が高い。砂の家の所在地まで知っていたんだ。敵の干潮が紛れていたか、それとも。いずれにしても帝国が動いている。暁を立て直し、エオル勢を救わねばならない。協力してくれるか。任せてちょうだい。なんで言いよどんだの。 よし、まずは休もう。みんな疲れている。休みしたら出発だ。あれ、でも帝国が絡んでるの、俺は知ってるつもりなんだけど、あまり説明してないのかな。お、どうした？聞いて、感じて、考えて。光の意志を持つ者よ、光のクリスタルを、すべてのクリスタルを揃えし、優なる魂を持つ者よ。我が名はハイデル、あなたが住む星の声。あ、でっけえ。闇が動き出しました。すんげえでかい。闇の化身、赤き仮面の者は、間もなく滅びに至る混沌を招くでしょう。あなたが手にした光のクリスタルは、闇を打ち払う武器となり、闇から身を守る盾となります。心して時を待つのです。闇はすぐそこまで迫っているのです。光の意志を持つ者よ、どうかあなたの力を。おう、誰？誰か来た。ああ、ヤシトラ？それだ。懐かしい。みんな無事だったのね。それにシド、アルフィノ様まで。なぜこのようなところに。いえ、これはすべてルイゾワ様の導きかもしれない。暁の灯火を消すような、つな、そう聞こえるよう。インフィリアたちの行方が分かりました。どうか皆ご助力を。お、分かったんだ。すごいな。場所は？モードナの奥地、帝国軍の軍事拠点、カストルムセントリー。どうしたんだろう。みんななんか困ったような顔してるけど。どういうの？
さて、ヤシトラに話を聞きますか。ヤシトラ可愛いよね。ミンフィリアたちはモーズナの口にある帝国軍の軍事局、拠点カストルムセントリに捕らえられているらしいわ。急いで向かいたいところだけど、相手は帝国軍。その拠点ともなれば簡単には手を出せない。それに私が使っているウルダハの情報屋の話では、カストルムセントリーで何か動きがあったそうよ。慎重に行動した方がいいかもしれないわね。まずはクルザス中央コーチのアドネール先生台へ向かいましょう。あそこにはコーチにおける帝国軍の動きを探っているコルトレーンという名の騎士がいるの。彼を当たってみましょう。あれ、なんか前回もそんなとこ行ったような気がするな。から行けば近いの。こっから南に降りるか。なんか寒そうなところっていうイメージがあるんだけどな。先生台があったところ。こちらか？お。なんかやってるな。ハイランドグーブー。ハイランドグーブーを倒す。どこか？なんかいいのもらえるかね。間違えた。あ、倒しちゃった。さすが。あ、ほら、違うぜ。あ、すげえ、3体も。こんなに強くはないけど。おお、生まれた。いっぱい生まれた。すげえ襲ってくるな。食料不足とはいえ、こんなのが人間を襲い出したら大変だね。湧きすぎ湧きすぎ。
ほほほ、でかいでかい。あれ？一瞬通り過ぎていくのかと思ったけど。英風さん体力ないだろ。あ、忘れた。よし、あれもう一匹、あれクールかな。よし、これでいけたでしょう。温泉か。あ、行きましょうか。ドラゴンヘッドの先生台のところにいるんだっけ。これはギリドリ、確か上のところにいるんじゃなかったっけ。上のこっちか、これか。でも方向的に違うな。ここにいるのかな。あ、いたいた。冒険者か。このような地に何の用だ。私に聞きたいことが。うん、ヤシトラ殿の仲間だったのか。いいだろう、話を聞こう。何、アストルムセントリで動きはなかったかだと。随分とぶっきらぼうな質問だな。私たちの仲間が捕らえられているかもしれないの。どうしてもいい。何か情報はないかしら。確かに最近帝国軍に動きがあったぞ。何人かの捕虜が運び込まれたとの報告を聞いている。石膏の話によれば、金髪の女性を厳重な警備体制で護送していたというが、さすがにそれが尋ね人かどうかまではわからんな。いや、間違いないんじゃない？ドミンフィリアだ。早速助けに行かなきゃ。それに、ん？まだあるの？ああ、武器同じくして、フルザスに帝国の飛空艇が不時着してな。捕虜らしきものが脱走したらしい。おう、なんだって？そっちは、ルアディンとララフェル。共に、ガーロンド・アイアンワークスの制服を着た。技術者普通のものだったと聞いている。おうおう。ルガディンとララフェル。うちの社員だと？間違いない。ビックスとウェッジだ。よかった。あいつら生きていたんだな。奴らも一緒に助けるわけにはいかないか？まあ、それはもちろん助けるよ。わがままを言っていることは理解している。しかし、これからの戦いに奴らの力もきっと必要になる。捕虜が積まれ込まれたからかもしれんが、ここしばらく、アストルムセントリは警備が厳重になっている。正面を切って突入するにしても侵入するにしても、あの警備状況では救出もままならないだろう。ああ。その技術者もお前たちの大切な仲間なんだろう。そちらを先に救出してくるがいい。インフィリアの持つ超える力が解明されるまでは、いくら帝国軍でもそう簡単に手を出すとは思えない。逆に言えば、ガーロンド・アイアンワークスの二人を救うには今しか機会がないわ。彼らの用が済めば消される可能性も高い。おう、わかった。みんな寒くない？大丈夫？半袖だけど。本に切るぜ。待ってろよ、ビックス、ウェッジ。と助けてやるからな。
外はだいぶ寒そうだけどね。エゴ君、みんな顔は出さないんだね。まもなく最終調整が終了します。化石同然だったこいつを発掘して5年、閣下の思いを現実にする日がすぐそこに来ているのです。我々は蛮神を打ち払う絶対の力を手に入れた。この地を未来へと導くためには力こそが必要。確かにね、蛮神が全然歯が立たなかったね。弱き聖者どもが掴み得なかった真の平和。エオルゼアを我が手に収め、これを創造する。余意に、完全な状態に仕上げてご覧に見せます。イットアティンよ、明朝ゼロ時をもって、カストルムオクシデンスへの移動を命じする。主にカステルムマリヌムの兵力も合わせ、総計4個歩兵大隊の指揮を任せる。オクシデンスに陣を構え、エオルゼア西部を固めよ。決戦は近い。ウルダハとリムサノミンサのグランドカンパニーを見事抑えてみせよ。ほうほう、もう攻める準備をしてきてるんだ。陣営隊長リットアティンサス・アルビナ、カストルム・オクシデンスへの移動を拝命、四個歩兵大隊を指揮いたします。しかし、独州出身の私めに、軍団の半数近い兵力を任せようとは、我が命に代えましても、閣下のために滅私奉公する所存。独州っていうのは何なんだろうね。すべては主の実績によるもの。我への忠義は任を果たすことで示せ。あは。後ほどわしの資質へ出頭しろ。あら。これは女の人だよね。何？怪しい関係？どうして立った？今なんで立ったんだ？一瞬立ったぞ、お前。はいはいはい。え？私はアワラシア山脈におけるガレマール帝国軍の情報を収集している。その関係で暁のヤシトラ殿と縁があってな。先ほど伝えた帝国軍の飛空艇が不時着したとの報告は、ゼーメル要塞から届いたものだ。よし、この紹介状を英氏ブリセルに渡すといい。私からだと言えば詳しく話をしてくれるだろう。ゼーメル要塞はここを出て西に進んだ先にある。街道沿いには魔物は多い。気をつけろよ。仲間と合流できることを祈っているぞ。ゼーメル要塞。ゼーメル要塞ってどこに行くのね。あれ、他のみんなどこ行ったんだ？どっか行っちゃったのか。ゼーメル要塞。はいね。ゼーメル要塞へレッツゴー。あれ、前ここに来た時ってなんで来たんだっけ？よく覚えてないな。なんか名家が3家か4家ぐらいあって、それの間を行ったり来たりしてた気がするんだけど。この辺り？この辺りか？何？川？冷たい、冷たい。これか、ブリセルさん。お、吐く息が白い。
ここはイシュガルド四大名家の一つ、ゼーメル家が守護するゼーメル要塞である。世なき者は立ち去るがよい。さあ、これを見ろ。これはポルトゥレーン殿から。なるほど。例の飛空艇が不時着した件か。何でも帝国の空艇から脱出した者がいたらしく。この近辺まで帝国兵が出張ってきている。我々も警戒をしていたところだ。あ、そうか。空艇を取り戻すためにここ来たのか。この辺り。帝国に囚われた同胞を探していると。ならばその脱走者が関係している可能性があるな。よし。南西のオーラム・ベイルに向かいたまえ。彼の地を守る英士たちが、墜落現場に偵察隊を派遣していたはずだ。イエルモンという名の英士に詳細を尋ねるがよい。イエルモン。イエルモン。あ、ピエルモンさんか。イエルモン。いる？道あるのかこれ。あ、そもそも。ここら辺から行けるのか。おや、ピエルモン。あれか。あのなんか明かりが見えるやつか。ピエルモン。空艇の不時着ですか？ええ、確かに見ましたよ。空艇自体はすぐに飛び去ったようでしたが、その場に残った帝国兵たちは随分と騒いでいましたね。おー。はい。詳しく教えてくれ。帝国兵たちが騒いでいたのは、空艇に乗っていた何者かが、不時着の際に逃げ出したのが原因のようです。帝国軍の一隊が捜索のために出たらしく、私が不時着現場を偵察していた間に、ここにも何者かが立ち寄った形跡がありました。見ての通り、奥への扉は固く塞いであるため、すぐに立ち去ったようですがね。ここに来ていたのは二人組のようです。この辺りを調べればまだ足跡が残っているでしょう。おう。雪に足跡が残ってるってこと？おうおお。早速なんか光ってるし。はい。おお、ちょびっと、ここしかないの。ここしか残ってない。見渡す。見渡してます。見渡してます。地で見渡してます。え？見渡し終えた。そうすると、また、また足跡が。途切れ途切れに残ってるもんなんだ。ああ、光ってるわ。はい、見つけた。見渡してる。アイススプライトってやつがいる。はい。また向こうも光ってる。スノーウルフとか襲ってきそうでやだな。すんごい痩せてるね。大丈夫？食べるもんないんだろうね。こんな雪の、あれね、世界でね。爪すげえな。爪すげえ。間違えた。また見渡してる。足跡ないかな。あ、向こうなんか光ってる？あ、敵か？だな、多分な。はい。え？あの茂みの向こうか。あったあった。あれは？よくよく考えたら二人逃げたんだよね。これって二人分ある足跡。二人分しかないよな。あった。どういうこと？ああ、帰っちゃった。ここだ、次の足跡は。お。
ちの方かな。あ、なんか見っけ。こんなところで隠れてんのもしかして。いい。ここはどこっす？寒いっす？帰りたいっす？いくっすって、これ何？シャレなの？どこ行ったっす？久しぶり。いやー、たたた助けてっす。たたたた食べてもうまくないっす。お、びっくりしてる。怖かったっす。帝国軍は追いかけてくるし、魔物はいるし、寒いし、お腹は減ったし、寒いし、寒いんだ、とにかく。とにかく怖かったっす。イップスはここにはいないっす。オイラを助けるために帝国兵の注意を引いて別方向へ逃げていったっす。なんだって？あ、なんか連絡が来た。俺だ、シドだ。どうだ、奴らの情報は何か得ることができたか？見つけたよ。なんだって？ウェッジを見つけたってのか。さすがポコタだ。感謝するぜ。イップスはまだ見つかってないんだな。俺もゼーメル要塞周辺を探したが、見つけることはできなかった。西の方に逃げたのは間違いなさそうなんだが、いや、イダとヤシュトラも探してくれている。一等見つかるさ。俺も奴らを探しながらそっちに向かう。そうだな。まだそのあたりは帝国兵がうろついている可能性があるな。そこから西に、奇跡の塔という石塔があるはずだ。帝国もさすがに少数では、イシュガルドの拠点に近づきはしないだろう。ここで落ち合うぞ。今のはまさか指導館っす。お、声聞こえるんだ。漏れてるんだ、結構。よかった。親方、無事だったっす。本当によかったっす。少し元気出たっす。かわいい。指導館が来るまで、敵の塔で待つっす。足の下の人物と話す。そんなクエストある。さて、敵の塔ってのは、あるんだね。こっちの方？意外に狙ってこないな。あんだけ痩せてたら、飢えてんじゃないかと思ったけど、マットパピー。オオサンショウウオにしか見えない。の方かな。これか。あれ？だよね。中に入っていいとかそういうこと？おお。誰？アベリさんって誰ですか？女性の方。このような場所へ何の御用かしら。あなたは冒険者？外は寒かったでしょう。ここで温まっていくといいわ。親切にどうも。やっぱり初対面だよな。あら大変。こちらの方は随分と凍えている様子。さ、こちらで火に当たってくださいな。今何か飲み物を持って参りましょう。着いたかしらね。しばらくここでゆっくりしていきなさいな。何にもないね。ここは何をする場所なんだろうね。あなたもよ、急ぐ旅ほど休息は必要なんですから。すごいね。いい言葉だね。急ぐ旅ほど休息が必要。これはウェッジと話せばいいのか。今までどんなことしてたんだ？お願いがあるス、ビックスを助けてほしいっす。きっとあいつは今も一人で逃走中っす。あいつは帝国の飛空艇から脱出するときに、オイラを助けるために帝国兵の注意を引いて、別方向へ逃げていったっす。
でもバラバラに逃げることになったから、どこに行ったのかまではわからないっす。そこのアベリさんなら何か見てないっす？あ、見てるかな、なんか。おー、チョコボさん。温まってるね。特等席で温まってる感じだね。そちらのお連れの方ですか？残念ですが見ておりませんわ。そうね。この秘跡の塔の近くに、アルオーネの、これ、何て言うんだろうね。イメっていうのかな？という洞窟があります。あそこなら身を隠すことができるかもしれません。もしこちらの方へ逃げているとするならですけど、ものは試しに行ってみてはいかがかしら。これは、シドたちが来る前に行ってみようって感じかな？まあ、そうだな。捜索。どこにあるの？おう。裏側？裏の方。いや。これか。おー。おー。嫌な予感しかしないな。意外に襲われないもんだね。はい。なんか出てくるかな？おお、普通に敵が出てきたね。これか。このプラズモイドが邪魔で邪魔でしょうがない。あ、これで終わりだ。死ね。さて、結局何もなかったな。隠れてるとかってわけではないもんね。まあない。戻りますか。ここにはビクサー隠れてない。どうだったっすか？ビックスは見つかったっす？ダメだったっす？きっとこっちの方には逃げてきてないっす。ビックス一体どこに行ったっす？残念。もう一度だけビックスを探してほしいっす。きっとあいつはこの雪の中一人凍えてるっす。どうしても助けてやりたいっす。でも一体どこに行ったっす？この辺りでどこか行きそうな場所を知っていそうな人に聞いてみてほしいっす。あれ、アベリさんはもうダメなんだ。アベリさんはもう知らないってことかな。誰に聞く？別に上の方に人がいるのかな。中に広間というかないんだ。あれ？まだ上。まだ上ですか。あら、誰もいない。あ、いた。
この人か。なんかご存知ですか？この雪の中、人探しだって？ご苦労なことだな。この辺りできそうなところね。ここの周辺でも、ゼーメル要塞の方でもないとすると、ホワイトブリム方面に行ったのかもしれないな。ここから北東、月の衛星、ダラガブの破片を越えたあたりに、ホワイトブリムへ逃げ抜けるための、テーダナフェンの旅程という洞穴がある。これは穴かな。なんとも手を打たない、何も手を打たないよりはマシだろう。行ってみてどうだい。しかしいつも思うが、この塔は高いな。本当だよ。この間は足を滑らせて、天窓というのは天辺から落ちてしまった。落下しちまった。よく生きてたね。全く死ぬかと思ったぜ。あ、ほんと高い。これまた降りなきゃいけないの？飛び降りたらなんかヒットポイント減っちゃうよね。とにかくその、ホラー穴かなんかに行けばいいのね。行ってこようか。これはどこにあるんだい？ああ、北の方にある。あ、狙われたな。こいつちょっと戦ってみようか。いきなり。だな。あ、いた。なぜかヤシトラが。で、またお前を襲ってくるか。イダはなんか戦闘態勢みたいな感じで揺れてるけど。どうした？あら、本当に戦闘があるんですか？無駄な抵抗はやめろ。おとなしく我々に従えば命は保証する。そう、ここまでなのか。これは帝国兵に囲まれてるの。で、こっちも揺れてると。北はね、状況は見ての通りよ。かんばしくはないわ。ヤシトラ、そろそろやばい。寒さと緊張の連続で、彼の体力はもう限界だよ。行った方がいい。事故。ヒダの言う通りね。この辺にどれほどの帝国兵が潜んでいるのか。気がかりではあるけど。そうか。確かに。あいつらだけか、わかんないもんね。行くわよ。ビックスを助けるわ。仲間か、迎え撃て。
造園が来たね。造園が来た。ここはなんかでかいのいるね。あいつは倒した。ザコどもはそんな強くない。あ、参った。全然気にしてなかった。なんかそんなちょっとシビアな部分もあるんだ。飛ばせるのか。ほど。お前がどっか行くからいけないんだ。フフ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 。頑張って。なんか知らんけど俺が狙われてるぞ。全然避けねえな。お、だか、よかったよかった。助かったぜ、ありがとう。お、どうした？お腹減った？まずい、かなり体力を消耗しているわね。私とイダで彼を連れて行くわ。え、大丈夫？俺が担いだ方がいいんじゃない？お、わかったわ。史跡の塔へ向かえばいいのね。先に行っておくから、後で会いましょう。よし、ウェッジとビックスが戻ってきたよ。早くシドに会わせたい。じゃあ、先に行ってるね。ウェッジに報告。それでウェッジも喜ぶね。どこだどこだ。
泣いて喜んでる。ありがとう、ありがとうっす。ヤシトラさんとイダさんにも感謝っす。二人が助かったんだから、よかったじゃない。そうね、本当に無事でよかった。よかったっす。イックスが帰ってきたっす。えぐえぐ。ハム、ありがとう。おかげで命拾いできたぜ。ウェッジも助けてくれたんだってな。これで俺たちを助けてくれたのは二度目だ。感謝の言葉もない。お、シドかな？お、驚いてる。ウェッジ、ビックス、お前たちよく無事で、来るのが遅くなって悪かったな。親方、シド親方。親方も生きてたっす。心配してましたよ。シド親方。でも無事でよかった。それにしても、お前たちこれまでどうしてたんだ？砂の家が襲われた時何があった？あの日、砂の家は帝国軍に襲われたんです。奴らはベスパーベイにいきなり現れたかと思うと、あっという間に砂の家を制圧してしまった。その時、俺たち二人は、表で機材のメンテナンスをしていたんです。突然の出来事に抵抗もできず捕まっちまいました。おう、そうなんだ。でも、ベスパーベイへの経路は、不滅隊が駐屯しているんだよ。そんなに簡単に突破されるなんて。私たちが帰った時も、ベスパーベイ、それにホライズンには被害がなかった。そうか、アシエンの時空転移。それから、砂の家で捕まったオイラたちは、目隠しをされて、しばらく移動した後に、帝国軍の低空兵に、空挺に乗せられたっす。護送中は貨物庫の一角に閉じ込められていたから、具体的なことはわからないっす。そのうち、カストルムセントリでミンフィリアさんたちだけが脅されて、オイラとビックスだけが最後まで残ってたっす。カストルムセントリ。それでお前たちはどうやって脱出してきたんだ？オイラとビックスは、カストルムセントリで、帝国方面への飛空艇に乗せ替えられたっす。その時に細工して飛び立った後に人騒ぎを起こしたっす。でも不時着のどさくさに紛れて脱出してきたっす。笑ってる。ビックス、お前の仕業だな。そういうことに頭が回るのは、対戦の時からは変わんねえな。お恥ずかしい、みたいな。二人を助けてくれて恩に着る。本当にありがとうよ。いろいろと疑問は残っているが、とにかく、こいつらは戻ってきてくれた。次はミンフィリアを救出する番だぜ。よし、これで、ガーロンド・アイアンワークスの再始動ってわけだ。野郎ども、気合い入れていくぜ。おー。さて、どうやってミンフィリアを救出するんだろう。警備が厳重とか言ってたけどね。何か策があるのかな？お前には本当に感謝してるぜ。あの二人、X とウェッジに、こうやってまた会わせてくれたんだからな。待たせちまったな。次こそミンフィリアの救出だ。ミンフィリアが捕らえられているのは帝国軍の軍事拠点、カストルムセントリだ。まずはここから南東に進んでモーズナへ行くぞ。谷間にレブナンツトールという冒険者キャンプがある。あそこにはモーズナ方面を統括する冒険者ギルドがあるはずだ。その顔役に話を聞こう。冒険者ギルドには様々な情報が集まる。きっと何かしらの情報が聞けるはずだぜ。はいはい。そこに向かおう。またあんた、そこに特等席で温まってる。まあね、足のあたり温めないとね、また走ってもらわなきゃいけない。さてさて、じゃあ早速。
砂、大砂に抜ける。したことないよな、さすがに。ないよな。全く分かりません。今いるのは？頑張っていきますか。こっちの方で合ってんのか。そうだもんね。これを南に。あれ、スノーウルフに。火でいいのかな。大砂。お、雪がなくなった。なり。おお。あ、あったあった。あんのここ。あんま記憶にないな。グラフボーンさん、横からお邪魔します。こんな辺境の冒険者キャンプに一体何をかな？うん、アストルムセントリーの様子を知りたいと。英国の要塞に仲間が囚われておるのか。ならば手助けをしてやりたいところだが、近頃あの要塞はやたらと警備を強化していたな。それに冒険者ギルドにも例の新型兵器の噂は届いている。今の帝国を刺激するのは得策ではないぞ。そうね。パパリモやサンクレットはともかく、インフィリアは戦い慣れしていない。表立って動くのは良した方がいいでしょうね。となるとやはり潜入するしかないな。でも潜入って言ったって、あそこは帝国の要塞だよ。警備も増えているんでしょ？ああ、下手に潜り込んだところで見つかるだろう。だから、正面から堂々と侵入すればいい。何、わざと捕まるとかそういうこと？え？正面から？まずは紹介中の帝国兵を襲い、帝国の兵器である魔導アーマーを奪う。その上で俺たちが帝国兵に変装し、魔導アーマーを伴って要塞へ行けば、正面からでも潜入することは不可能ではないはずだ。なるほどな。帝国の要塞からは周辺警備のために定期的に帝国兵が出入りしている。魔導アーマーは帝国軍の魔導兵器。まさかエオルゼアの住人がそれを使うとは思うまい。お、ありだな。なるほど、帝国兵を襲えと。ならばこのレブナンツトールにいるブラウムントに話を聞いてみるといい。鼻の下のちょびひげがかっこいいですね。奴は帝国に個人的な恨みを持っているからな。それにカストルムセントリーの情報にも詳しい。きっと力になってくれるだろう。
私と井田はカストルムセントリの監視に行くわ。簡単には始末されないと分かっていても、やはりミンフィリアのことが心配だもの。そっちの準備ができたら合流しようね。また後で。井田はなんか明るい感じだね、喋り方が。ところで井田、その言葉遣いどうにかならないの？少しは危機感を持ちなさい。ここがいいところだと思う。持ってるってば、ヤシトラがピリピリしすぎなんだよ。あとこの喋りはね、なんだろう、ガールズトークに花を咲かせながらどっか行っちゃった。さてこっちは？これか、ブラウムット。ほう、何黄昏れてんだこんなところで。ああ、俺がグラウモントだけど、誰だいあんたら。あ、まさか帝国軍の。なんだよ、同じ冒険者かよ。たく人をビビらせてんじゃねえよ。で、俺に何の話だ？はい。帝国軍に囚われたお仲間を助けにね。いいぜ、協力してやんよ。俺も個人的に帝国軍に恨みを持っているからな。へへ、奴らを出し抜く作戦でも考えるかね。と、その前に。まずはそのお仲間とやらが、本当にカストルムセントリーにいるのか、確認した方がいいかもしれねえな。最近あそこは人の出入りが激しい。念のために確認しておいた方がいいってもんだ。まあ確かにね、いざ入ったらいなかったっていうことにならないようにね。カストルムセントリーの外れに、要塞から伸びている排水溝があるんだ。実はあれ、要塞内の司令塔と繋がっているのさ。僕は閉じられているから侵入まではできないけど、時折内部からの声が暗に反響して聞こえてくる。ここで情報を得ることができるかもしれない。お仲間が確認できたら作戦は、何か作戦名は、そうだ、帝国軍欺き作戦を開始しようぜ。へへ。あんまりこう、なんかスマートな名前ではないけど、いいんじゃないですか？何してんのこれ。筋骨たくましい調査員。じゃあ、どこに行くのか。排水溝。排水溝ってどこやねん。どここれ。これは今どこに？あ、こっち。こっち。だいぶ離れてんだ。はい、まあ、頑張っていくか。と、出口は？でけえな。おっと。嘘でしょ。今一瞬ハエになった気分だったね。多分下かなんかで巻き取られたんだよね。下の方。とりあえず道なりに。こっちの方でいいのかな。そういえばなんか来たことあるような気がするな、これ。お。下でいいのか。あ、これか。これなんだ。あ、迫ってきてる。逃げれない？あ、逃げるの遅かったか。あ、しょうがねえな。
これは中に入れる。そう。もう。これ、はやりだか、アブだか、なんだかよくわかんない、虫系か？まだいる。よし、これで入れるかな。お、聞こえてくる。あ、ここで聞こえてくるんだ。それで例の捕虜はどうしている？まだ粘って、あ？どうもこうもねえよ。あのミンフィリアとかいう女、尋問してもだんまりだ。実際、よく耐えているぜ。あら、大丈夫かな？尋問されてるんだ。他の連中も同じだ。特にあのエレゼン野郎、わけのわからないことばっかり、と言ってやがる。しかし、ユイヤ様は？一体、なんだってあの女を。なんでも俺たち、アレアン族にない不思議な力を持ってるとかなんとか。エオルゼアの野蛮人が使う魔法みたいなもんか？さてね、それこそ、リウィア様に聞いてみなよ。聞けるわけないだろ。そんな興味本位のことを聞いてみろよ。あっという間に首が飛んじまう。そろそろ時間だ。リュウイア様に怒られないうちに持ち場に戻るぞ。なるほど。これででもミンフィリアがいるのは確認できたね。で、戻るか。はい。戻る。いつの間にアルフィノが。なるほど、ミンフィリアのは中にいる様子なのだな。なんだ、今なんか電子音が聞こえたけど、それに他にも囚われているものがいると。では救出の準備を進めよう。先ほどシドがグラウムントのと計画について話していた。具体的な段取りをシドと相談してくれ。了解。みんなここにいるんだから。こんなグラウムンドとミンフィリア救出の帝国軍欺き系作戦について話しておいた。予定通り魔導アーマーを手に入れ、俺たちが帝国兵に変装して正面からカストルムセントリに侵入する。魔導アーマーダッシュの方はグラウムンドが別途計画を立ててくれている。それまで俺たちは別の準備だ。さてやるか。ストウェッジの救出を手伝ってくれた分、張り切ってみせるぜ。よし、頑張ろう。レベルが上がった。47。はい、グラウムントが計画を立てている間、俺もやっておきたいことがあるんだ。なんだろう。ここは敵の玄関先。魔導アーマーを奪ったとしても通信されちまったら、帝国兵になり代わって潜入するって計画が台無しだ。そこで万が一のために、帝国軍が使われている電波通信に対する妨害装置を用意しようと思う。ほう。幸いこの近くにある変属性クリスタルに、非属性を雷属性に変換する作用があることが分かった。こいつに細工して周辺に妨害電波を放射させる。ああ、すまない。簡単に言えば、大きな音を出して小さい音を消すってことだ。妨害するのは帝国の通信だけだから安心していい。
十分な電波を放射させるために、特に力の強い変属性クリスタルに再興したい。調査用の装置を貸すから、クリスタルの反応を調べてくれ。目星をつけていたクリスタルを地図に記した。強い雷属性にはプラズモイドが引き付けられているから、気をつけて調査してくれよ。なるほど。そいつとも戦わなきゃいけないってことね。こっちの方か。おーっと。なるほど。出口は？出口はどちら？こっちか。違うぞ。別の出口があったよな。これか。あ、245のダメージか。ここら辺を調べるのかな。絶対なんか出るよね。ほら、お前か。まあ、1対1だったら、そんな大したことはない。あれ？ああ、こいつか。ああ、もう、あ、いった。やっぱり下で引きつけてた。絶対カエルだよね、こいつ。お、降りちゃった。降りちゃったぞ。あ、来た。多いってこと。これか。あと2つ。あ、これここか。全然見えなかったけど。おお、何？ああ、こっち。あ、またお前またお前か。お、食べられた。お、なんか吹きかけてきたな。
って、あと一個が。またあいつがいるわ。海にいるし。入った。もうちょっと。あたりのどこにあるんだ？え？え、どこにあるの？あ、まさか俺上に登れるのか。まさかの、まさかのこういうこと？あれでもある？あれ？え、わからん。あった。嘘やん。ああ。こんなところにあるなんて。あ、もう登れねえし。飛び降りるしかない。よし、戻ろう。またいる。あ、もうちょっと。はい。どうだ、使えそうなクリスタルは見つかったか。調査を終えたら電波測定器を返してくれ。しょうがないな。なるほど、4箇所が使い物になりそうか。これなら十分だ。助かったぜ。まあ使わないで済むことを祈るばかりだわな。はい。そして、あれ、そして、おうおうおう、作戦考えた人。あんたらに帝国軍欺き作戦完遂のために一つやってもらいたいことがある。耳の穴かっぽじってよく聞いてくれよ。帝国兵に変装するにあたり、帝国式敬礼を習得するんだ。見た目も動作も奴らになりきるって寸法さ。どうだい？すげえ欺いちゃいそうだろ？奴らは職務上何をするにもまずは敬礼からだ。あの要塞に侵入するにしても、敬礼をしっかり返すことが重要になっからよ。アストルムセントリの近くで身を潜めて、帝国兵たちの敬礼のやり方を調べてくるんだ。ドーンと言ってこい。ドーンと覚えてこい。一言だと思って。マジか。マジか、マジか。じゃあ、しょうがない。しょうがないというか、行くしかないんですな。またこっから出て、で、敬礼を覚えてくる。あれでしょ、またあ、ここなんだ。ああ、なるほどね。はい。じゃあ、もう一回飛び降りるか。またペロッとやられる。ほら、またやられた。こいつも襲ってくるんだろうな。
ほら、もう餌だと思ってる。大変、なんかやってるな。あいつを倒すの？あいつを倒せばいいだけ？うわ、変なのが襲ってきた。うわ。まずこっちから、こっちからちょっと倒しとこう。邪魔だから。うわ。ちょっと。もう。これはダメか。あれ、よろしい感じではないですか。ダメだ。これは一旦逃げよう。落ち着いてやってらんない。すっげえ追ってくるけど。あいつぐらいだったら全然やりますよ。逃げてたか。逃げてたかっていうと、逃げたのは俺だけど。さて、これは誰？見せず。あ、襲ってくるのね。襲ってくるんだ。びっくりした。他のも襲ってきそうで嫌だな。俺が行くのは襲ってこないでね。わかった。ここで学ぶと。嘘や、いきなり。改めて、異常なし。今はりご苦労である。このモードナに不穏分子が潜んでいると少し前に匿名の密告があったらしい。我々はカストルムセントリに帰り、懲戒隊の再編を行う。見回りの頻度を上げるぞ。覚えた？あ、練習してる。おお、完璧？じゃあ、戻って報告しますか。
覚えてきましたよ。ちゃんと。はい。どうだ。帝国式敬礼を覚えてきたか。ああ、わざわざ見せなくていいぜ。嫌なもん思い出して、殴りたくなっちまったら大変だ。何があったんだ一体。準備ができたならそれでいいさ。エモーション、帝国式敬礼。あら、今度はやっと、お隣の、タルコさんと話ができるんだ。気になってたんだよね、この人なんだと。ブラウムントさんから計画を聞きましたよ。なんでも、帝国軍に囚われた同胞を助け出すのだとか、同じ冒険者として私も協力しましょう。ありがとう。侵入に使う帝国兵の兵装を用意しなくてはなりませんね。それに顔を隠すための兜も必要でしょう。下手に裏の道を使うと足がつきます。正々堂々帝国兵と戦って手に入れる方が、この場合は逆に安全です。シドさんとグラウムントの話では、侵入するのは3人。あなた、ビックスさん、ウェッジさん。あ、このメンツで行くのね。3人分の兵装と兜を手に入れましょう。紹介中の帝国兵がよく目撃される場所を地図に記しておきました。どうぞお役立てください。そうそう、兵装と兜を手に入れることができたら、私に一度見せていただけますか？何？悪いようにはいたしませんよ。ここで見せるの？それでじゃあ、この、はい、ああ、ここら辺。ここら辺ね。めっちゃ普通になんか、敵の真っ只中に行けってことだよね。じゃあまた、行ってくるか。ああ、またよ。また下で絡む取られる。顔が好きじゃないね。開いたはい。あいつにもやられるわ。あらもう。人気者は辛いな。ここら辺か？なんか迫ってきてる？向かってきてるやつがいる。あ、うわ、すっごい勢いで、あ、帰ってった。あれか。やつを倒せばいいか。うわ。あ、どれ倒してもいいんだな。とりあえず3人倒せばいいとかってことか？いや、3人じゃないか。ほい。これで、兜を入手。いや、あの固まってんのは嫌だな。あ、来た。勝手に来た。遠距離同士の戦い。ああ、もう一人来たか。なんだ、兜。おるってこと？今の戦闘のせいじゃないの、もし。
で、おお、カブトはもう3つ手に入れたと。うわ。ここにもいるな。あ、やべ。なかなか最後の一つが手に入らんぞ。なんかあんのか。マークがついてるやつ。この方にしようか。あれだ。よし。これで手に入れた。なんか戻る。じゃねえな、どこだ。あ、手に入れましたよ。帝国への兵装、それに兜は手に入りましたか？手に入れることができたら一度見せて、はい。ちょっと傷んだやつね。うん、やはりそうでしたか。戦いで傷んでいると思っていたのです。おお、戦闘、跡が残っていると怪しまれてしまいますね。防護性まで完璧に修繕する必要はありませんが、外見だけはそれらしく見えるようにしなければ、この兵装と兜、ロウエナ記念会館内の工房ダイヤモンドフォージにいる、イギン・オルフに渡してもらえませんか？話は通してあるので、良きように修繕してくれるでしょう。もちろん、作戦が漏れないよう口止めしてますのでご安心を。お代はいらないかな。お代はいらない。なんちゃら会館、なんちゃら会館、イギン、イギンなんちゃら、なんちゃら会館のイギンなんちゃら、この辺。あ、いたいた。はい。あなたがサルクマウルク様のおっしゃっていた冒険者ですね。私はローエナ女子の専属職人ですが、許可は受けています。さあ、修繕するものをお渡しください。はい、お願いします。はい。なるほど、こういうことですか。ご心配なく。修繕は内密に行います。あの方を裏切るような真似はできませんから。お、あの方は、ウルダハのとあるご富豪の、とある富豪のご子息でしてね。私もロウェナ女子と専属契約を結ぶ前は、とてもお世話になったのですよ。冒険者に強い憧れを持っている方でしたが、まさか冒険者そのものになっているだなんて、夢にも思いませんでした。おっと、無駄話が過ぎたようです。すぐに修繕に取り掛かりましょう。少々お待ちを。
よかった。じゃあ、やってくれるのね。できました。防具としての性能はともかく、外見はそれらしく修繕できたはずです。さあ、お受け取りを。サルクマウルク様によろしくお伝えください。はいはい。ありがとう。これでお膳立てはできたのかな？出る。帝国兵の兵装、それに兜は整えていただきましたか？確認しますので、また。はい、どうぞ見てください。相変わらず彼はいい仕事をしますね。任せて正解でした。これなら変装するには十分でしょう。これで帝国兵になりきることができますね。変装する際はくれぐれもきちんと装備してくださいよ。ではこちらはお返しします。帝国は他国に攻め込んでは属州とし、現地民を徴兵して戦力としているのです。そして反乱を防止するため、兵を方々へ頻繁に移動させる。つまり末端の兵士に関しては、個人の認識がかなり低い。そこにつけ込めば侵入も容易でしょう。私のような者があなた方のお力になれて幸せに思います。おや？私が富豪の息子ですって？おかしなことをおっしゃいますね。私は一介の冒険者。志を同じくする者として協力させていただいてだけですよ。そう、隠したいのか？富豪になることは、もう捨てたのかな、そっちの道は。ほい。さて、準備は整ったな。こっちも魔導アーマーダッシュの計画が立ったところだ。耳の穴かっぽじってよく聞いてくれよ。アストルムセントリーの周辺を警戒する哨戒部隊は魔導アーマーを配備していることが多い。だが哨戒部隊の出入りは不定期な上、滅多にレブナンストールの方までは出張ってこない。警備が厳重になった最近でもそれは同じだ。そこで少し前に、不穏分子がカストルムセントリを狙っているとの情報を匿名で流しておいた。これで紹介の頻度も増えるはずだ。その紹介部隊に対し帝国兵に分して、怪しい奴がいるとでも注意を逃す。そうやって、できるだけここの近くまで誘導するんだ。ほう。次に帝国式の牢炎を焚く。そうすれば、緊急事態と察した紹介部隊が、おっとり刀で駆けつけるだろうぜ。おー、ここを襲ってダッシュするって寸法さ。どうだい、すげえ欺いちゃってるだろ。牢炎を焚くのはこいつを使いな。さっき奴らの荷物からかっぱらってきた帝国式発煙筒だ。もうすぐ紹介部隊が見回る時間だ。ドーンと行ってドーンと奪ってこい。絶対人が人事だと思ってるよな。まあまあ、しょうがない。そこまで知恵を出してくれたんだな。頑張りますけどね。え？またこっちの方行くのかな？はい。あと行ってみるか。ダメージがちょっと大きかったね。今回は襲われない。うまい具合に襲われないね。どっちだっけ。
の方か。ああ、だがしかし変装しろと。あ、もうお前は、何なんだお前は。どっか行っちゃったな。行っちゃったなら別にいいよ。とりあえずじゃあ変装する。カブトと鎧をつければいいの？なんのかな。それとも？それか。違う。金属製とかじゃないの？え？普通に？歩兵の装備でって書いてるな。そう。本当にじゃねえのか。どれのことを言ってるのかわかんないが、ここら辺にあんのかな。そういうのかな。ちょっと話しかけてみる。このまま話しかけてみる。あ、帝国式の警備とかしたって意味ないよね。そうね。あ、なんか普通に行けたな。で、戦闘を向こうの方で使う。とりあえず進めたみたい。おーっと、忘れた頃にやってくるな。また上かな。この方でのろしを上げればいいんじゃない。ほら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 、ここでのろしを上げる。お、でレベル50とか言ってないけど大丈夫かな。
よう、作戦はうまく進んでいるようだな。窓アーマーを奪取するなら、技術屋がいた方がいいだろうと思ってな。いろよ、ちょうどおいでなさったようだ。だか。お、来たぞ。一人？お、役人隊長、これは何事だ。てっきり先ほど報告があった。不穏分子の件だと思ったのだが。隊長、あれを。おお、貴様不穏分子だな。魔導アーマーを出せ、叩くぞ。ラジャは。あお。シドは無敵ではないのか。お前らを、お前ら倒してくれ。もうちょっと。他に雑魚はいない？おう。あ、変なの来たな。大丈夫これ。まあでも、こんな焦んなければいけるか？あと一撃？よかった。おう、2人も来てる。よくやった。これで魔導アーマーは手に入ったな。しかしこいつはちょっとやりすぎちまったようだ。壊しちまったね。どうだ、なんとかなりそうか？二人の方がこういうのは詳しいのかな？派手に煙は出てますけど、そこまで深刻なダメージじゃないですね。すぐにでも治せるでしょう。おお、本当に。それよりも足がうまいこと動かないっす。もしかしたら内部の制御装置がやられてるかもしれないっす。そんなにやわな代物には思えんかな。打ち所が悪かったってやつか。そもそも整備不良だったかもっす。帝国の財布も火の車っす。何にせよ持ち帰って調べてみるぞ。ベッチ、今日は徹夜だ。楽しい職場っす。
まあ、機械が触れれば嬉しいのかな。ぼやくな。ぼやくだったんだ、今のは。嬉しい悲鳴的な感じじゃなくて。故障したまま、潜入ってわけにも行くまい。一旦整備のために、レブナンツトールに持ち帰るとしよう。俺たちは先に帰っておく。お前も気をつけて帰ってきてくれ。そう。お、すげえ。おーおーおー。あらあら。乗ってみたいな。なんか痛々しい。足を引きずってる感じになっている。痛々しい。で、報告すればいいんですか？今日はこの報告で一旦終わりにしようかな。10時ですよね、10時。報告、話のに報告じゃないの。こっちなんかあるけど、これはなんだ。ここに帝国の目があるかわからんか。中に、ああ、中に入る門番的な感じなの。はい、では報告しましょう。報告も何もさっきまで一緒にいたんだけどね。よう帰ってきたか。窓アーマーの損傷箇所を一通り調べてみたが、制御装置を除けば大した損傷はないようだ。ミックスとウェッジに任せておけばすぐにでも修理してくれるだろうぜ。二人とも新しいおもちゃを楽しんでいるからな。はい。あら。報告終了。はい。ということで、今回はこの辺りで、一旦終わりにしようと思います。白魔導士でこのまま進めるのかな？でも白魔導士以外でね、レベル40とか超えてるのいないから、どうしよう。なんかちょっと先行きが不安な感じもしますけど、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。では、ご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではよろしくお願いします。お疲れ様でした。